1小姓の脇坂陣内や片桐助作や石田佐吉など、また侍たちもおのおのの幕囲いから飛び出してきて秀吉のそぞろ歩きに従った。あれは旅芸人の群れが麓の位置に小屋をかけて人寄せをしている音曲でございましょう。八須賀彦右衛門の子小六家政がそう答えた。小六という名は八須賀代々の名で父のものであったが、今は青年家政が譲り受けてそう唱えている。ほう、この麓にいつの間に位置などができたか。見に行くつもりか、秀吉は龍王山の坂道を覗いていた。何の予告もなく彼が陣外へ商用してくるのを見て紹介の兵たちは目を見張っていた。実に早うござります、秋人というものは。生駒仁助が傍らから答えた。これは近似中での老武士で世帯を見る目を備えている。ここへご本陣が定められたと知ると、明くる日はもう近村の男女が働きを求めに来たり、残飯を乞いに来たり、野菜、菓子、針や糸の類まで売りに参ります。さらにご大臣が10日にわたるとぼつぼつ足店を並べ出し、洗濯女やいっぱい売りの坂亀屋も集い、やがて半月ともなれば今度は援護を金国からもあらゆる秋人どもが寄ってきて、たちまち市を開き、市をお目当てに旅の芸人までが寄ってくるというわけで、はやここの麓には小さな町ほども人々がにぎわってなりわいをいたしおるのでござりまする。生駒仁助の説明は親切であった。そうかそうか、秀吉は満足らしい。家に客が多いのを喜ぶのと同じような気持ちで、自分の本陣の周りにそうした庶民が集まってくるのは彼として嬉しいらしい。なるほどと、その実景を彼はほどなく麓に近い高所から目に見ていた。軍の行動を妨げない範囲に一角を区切って位置を許可してあるらしい。そこに見られる掛け小屋だの橋店の数は社寺の祭日を思わせるほど雑踏している。もちろんここを中心とする3万の商士を顧客として始まったものであろうが、その人間を目標にまた人間が集まって複数的な繁盛を呈しているのであった。なんと盛んなものではございませんかと、仁助は秀吉の下にひざまずきながら彼の表を仰いで、諸国に戦は多く、戦のあるところ必ず本陣も置かれますが、こういう景観が見られるのは全く我が殿の陣せられるところにのみ見られる現象でございまする。殿ご自身に置かれてもこのような光景はいかなる先人の場所でもご覧になったことはござりますまい。ないな。決しておもねるわけではございませんが、確かに殿のご人徳によるものかと存ぜられます。それとこの中国において我が羽柴軍が深く民心を得た証拠とも申されましょう。足元の声を空耳にして秀吉の目はただ下の位置のにぎわいに見とれている。密かに彼は主君信長に従って赴いた北陸や伊勢の陣を思い比べていた。ひとたび信長の聖馬行くところは周僧の軍令と抜殺の徹底に草木も枯れる害があるために、信長その人について深い理解を持ち得ない敵国の民衆は織田軍と聞けば涙も呵責もないものと一途に恐れおののいて、その幕営をめぐって位置が立つどころか、求めても人は逃げてしまうし、探しても物資は地下に隠されてしまう。秀吉は多年それを見てそれに倣うことを避けていた。また彼の性格からも信長のようにはできなかった。間もなく秀吉の姿は市の中を歩いていた。もちろん尾行して
旅芸人の一群れがひなびた曲楽に合わせ刀玉取りという曲芸を演じている。ここには戦場の陰影も恐怖もなく、無数な顔がただ危機としてそれを見ている。秀吉は見物人の喝采している旅芸人の手元よりは別な方へ目をそらしていた。その視線を受けているのをまだ気づかずに、これもしきりに芸人の刀玉取りに見とれながらニコニコしていた若い旅支度の商人風な男がある。男は見物人の輪の向こう側に腰掛けていた。そばには大きな荷物を置いて肩肘を持たせ、ひどく屈託のない若々しさを顔にたたえて、時々大口開いて笑ったり自分の鼻をつまんでみたりしている。おお、薬老がおる。秀吉はつぶやいて、五六とそばに佇んでいる八須賀家政へそっと言いつけた。向こう側の木の根に腰掛けてケラケラ笑うておる色黒い痩せ型の若者、そちは覚えないか。見たようにも存じますが、泉州の薬老じゃ。後から本陣へ召し連れてこい。言い残すと秀吉は他の者に守られて先へ山へ帰った。五六家政も後からほどなく登ってきた。薬老という若い商人を後ろに連れて。来たか。秀吉は英中の盾を敷き並べた上に毛皮を伸べさせて座っていた。茶道衆に命じて一服求めていたためである。信長から拝領した名案をこんなところへも持ってきて無造作に用いている。それを茶道衆の手へ戻して、ここへでいい、すぐと家政へ言う。家政は念を押して、ここへ召し連れますかと尋ね、秀吉のうなずきを見てすぐ薬老を呼び入れた。はいはい、恐れ入ります。お座所はこちらでいらっしゃいますか。帳の外から薬老の声がする。境言葉の軽快な語尾と秋人らしい気働きが短い言葉の中にも鮮明に働いている。お久しゅうございました。遥か下に手を使えた時はさすがに後を限り身を低め、額も地につかぬばかり平伏した。秀吉は見て近所の共柄へ行った。しばらくそちたちは下がっておれ。ここを立つのは何か不安なように、薬老の姿へ警戒の目を注いでゆく自信もあったけれど、間もなくこの幕の内は秀吉とこの若い一商人と二人きりになっていた。よれ、もそっと。恐れ入ります。薬老。はい。この辺りへ何しに来ていたか。商用で参りました。薬は売れるか。浮田様にも黒田様にも諸々の御陣中で大量にお買い上げをいただいておりますゆえ、この度は店の者どもも総出でこちらに出向いておりまする。来たならなぜ筑前のところへもたまには顔を見せぬか。御陣務のお妨げと存じましてけれど、御家臣衆のそれぞれの御陣所へは欠かさずに御用を伺いながら回っておりますので。そうか。と間を置いてから秀吉はまた言った。では毛利方のあちこちの城へも商用に歩くであろうな。伊畑の城などへも折々は商いに参るかな。薬老の瞳はちょっと慌てたような光を動かしたけれど、この若者にはひどく豪胆な一面があるらしい。一体堺育ちの商業人は荒肝の戦国武将たちをもそう眼中には置かないくらいな独自の豪気を持っている。よく言えば海外との交流に自然養われている大気活達な風であり、悪く言えば財力を背景とし経済的に訓練された鋭い知能がどんな場合にも腹の底に人を食った観察をなすほどな余裕を持っていることだった。まだ30にも届かないこの小せがれの薬老にすら秀吉はそれを見る。これも社会人的な細物
とその一言半句、瞳の働きまでを彼は眺め入った。薬老は小瓶のあたりへ手をやって、しきりと自分の襟をなでた。どうも恐れ入りました。お察しの通り商人でございますから、ご注文を受ければお断りはいたしません。日畑の城へも冠山の城へも先頃はご用品を届けに参りましたけれど、近頃は伺いません。何分ご軍勢が取り巻いておられますゆえ、やすやすお往来は許されませんので。はい、明快に答えてから急に、そうそう、この度は宮地の城も冠山の城も早速お手に入れられ、ご戦果のほど誠におめでとう存じ上げまする。中国の百姓町人は皆今日では一日も早くご平定の日を見て、お人生の下に安心して働けるようにと心から祈っております。世辞ではございませぬ。このことは一に集まってくるあのにぎわいをご老じましてもお分かりでございましょうが、と言い出した。秀吉は疑わない。薬老の言葉をその顔色はすらすら受け入れているが、次に彼の言い出したことは薬老もちょっと予想していなかった問題だった。そちに聞いたら詳しく分かろう。日畑の城には中国の豪遊日畑景親が首相として座り、その軍官として毛利元就の正服の娘婿上原元助が彼を助けている形だが、一方は毛利の外戚、一方は豪骨な優勝、こう二人が一条にあって折り合いはうまくついているかの。城兵などの評判はどうじゃ。そこらのうちはおちと聞きたいのだが、もしそちに日畑への義理合いがあっては正直を語れまい。語れぬものなら無理に聞こうとも言わんが、どうじゃない薬老、あちらへの義理合いなどは決してございません。薬種をお納めいたしたのも数回はございますが、日畑家の老職武井総左衛門様と手前どもの陽花の先代が少々の縁故がございましたためで、手前自身も日畑景親様へは直接お目にかかったこともない程度でございますから、薬老はなおこの話題こそ相手の人が自分をここへ招いた重点と悟ったので、言葉の不足を言い加えて、むしろ手前どもといたしましては、ご当家こそ随分前々からの大切なお出入り先と心得ておりまする。殿にはもうお忘れかもしれませんが、一番初めにお目にかかりましたのはもう13、14年も前、確か信長様が初めて堺へ兵をお入れ遊ばした年で、私もまだ堺のせいか小西屋におり、年も12、13歳の頃でございました。そうそう、そちはなかなかキビキビした小僧であった。殿が小西屋の店へお立ち寄りくださいまして、店頭で遊んでいた私のつむりをなで、この子かわずは人ごじせぬ面構えしておるわ、どうだ侍にならんか、そうおっしゃってくだすったことをただいまでもよく覚えておりまする。思い出を語られると秀吉もつり込まれて懐かしそうに笑った。そうか、あの時そんなことを申したかな。子供心に染みたことは妙にいつまでも忘れないもので。薬老はポツンと言葉を切って黙った。横道へそれた話を後へ戻して、秀吉から質問を受けたことについて答えを胸でまとめているらしい。やがてまた口を開いた。日畑の城の内情について聞き及んでいる要点のみ申し上げます。ただし多くは人の風評、真偽はご見料をもってお判事ください。一口に申せば日畑城の内輪はうまく一致していないそうです。首相たる景親殿と軍官の元助殿といつも命令にとより入れて互いに固執し論議するといったような場合が多く、老職の武井総左衛門様もほとほと困ったものと手前ごときものにまで短足を見せられたことがありました。上原元助の妻も日畑の城内に住んでおると聞いておるが、
あの奥方はさすがに毛利元就様の血を受け、お正服から出たお方ではありますが、剣夫人であると評判のよいお人です。夫の元助の人物は、これは取るに足らないお人ではないかと思われます。自分の妻が元就公の娘だということを鼻にかけて、何事につけても格式ばかりやかましく言う、これも了承不和の一因とか聞き及んでおりますが。うん、なるほど。あらかじめ定置していたことと薬老の話とはよく一致していたらしい。秀吉は瞳を大きくしてもう一度深く顎を引いた。薬老は、もっと前へ寄れ、これからの談合じゃ。はい。臆せず薬老は前へすり寄った。ほとんど膝も触れ合うほどまで。何事でございますか。どうだ、侍にならんか。これは十数年前にも小西屋の店先でそちのつむりをなでながら言ったという、わしの言葉手形をここで実行することになるわけだが。さようですな。うん、とすぐには言わないのである。薬老は熟慮してから答えた。なってもよろしゅうございますが。がと濁るのは、なってもよし、なりたくもなしというわけか。忌憚なく申し上げます。ご承知の通り、手前は堺の薬種問屋小西屋寿徳の次男と生まれ、後に岡山五条家の同業の家へ養子として参り、絶えず堺と中国を往来し、諸家へ薬をお納めしておりますが、これはなかなか悪い身分ではございません。うん、変なことを言う臆面のない男だと秀吉は感心しているような、また少し鼻じろんだような面持ちで、まじまじと薬老の口元を見守った。薬老は当然なことを当然言っているような態度である。人様には腰を低め、身には素服、足にはわらじで、こうせわしくしておりましても、これで心はなかなか楽しいのでございます。申しては血とはばかりありますが、中国御仁のおかげで外傷の薬、その他の薬種は面白いほど売れますし、将来は海外とも交易し、あちらの薬種香料なども買い入れ、ずいぶん商人として大きく働ける時代でございますからな。ここで商いの道を捨て、侍衆の端について、槍の持ちようから習い覚え、戦場の中をまごまごしてみましょうとも、どうも大した自信は持てそうもありません。これは考えものでございますな。子供の時なら一も二もなく仰せに従ったでしょうが、ただいまでは急にご返事はいたしかねます。大きくても小さくても、町人は町人として、社会的にはっきり階級づけられている今日である。侍に取り立ててやるといえば、随記して仰せに従うというのが人情であり常識であった。ところが小西や薬老はそうでない。このありがたい時代にあって、将来大いに武家にはなす理想が多いというなら、同様に商売としても千載一遇の時、何も侍に転じなくとも、自分は自分の職を持って、この時代に十分希望も生きがいも持ち得ているもの、せっかくながら簡単にはご返事いたしかねるというのであった。うん、そうか。秀吉は一応口をつぐんだ。これが堺人士の特徴というものだろう。本来ならば利害を超えて、ふつつかなみにありがたいお言葉、剣馬の労を取り申さんとか、お眼鏡に答え立てまつらんとか、打算を捨てて答えるのが普通なのに、将来の利害を明らかに言い立てて、よく考えた上でという返答は、近頃部門の間では聞き慣れないことであった。けれど秀吉はそれを不愉快らしくは少しも聞かなかった。むしろこういうはっきりした男も大いによろしい。一旦義によって善諾しながら、後になって利害損得にぐちぐち言うよりははるかにマシである。それにこういう特徴も大いに用いどころがあるし、使うには使いよいことなども考えられた。いや、多分にそういう男だということは知っての上の交渉であるから、さして不快とする理由もなかったのである。薬老、明
弓度というものは目先が大事ということをよく申すが、目先とは目の前という意味ではあるまいな。見越し先行きということではないか。おっしゃる通りでございます。するとそちの見越しはちと目の前に滞りすぎておる。なぜ先行きの大理を考え、商売として立っても男児の仕事は大いにあろうが、実験間口を50軒に広げ、三戸前の土蔵を100棟の土蔵に増してみたところで知れたものではないか。一国一城の主となるのとは大変趣が違う。働きがいが違う。男と生まれた生涯の幅も違うが、どうだな。もとよりそのあたりはよく分かっておりますが、当座の禄も食えぬほどな微禄は与えぬ。補散並みに扱ってやろう。戦場の往来が増えてならば、筑前の後ろに控えて帳面そろばんを持っておるのもよろしい。軍のうちには我のような才能も必要なのだ。いや、とかく帰化の侍どもは陣頭へ出て花々と生死の中をくぐりたがってのみいて困る。龍馬や軍需の数字を案じ、威迫の陰に経営の苦心をするなどは侍の潔しとする仕事でないように皆嫌っていかん。というてそれに不適な才能を無理に持ってきても、これは当人の天性を使い殺すことになるからな。そこでそちのような人間も大いに重用されうる理由が生じてくる。殿、ご返事申し上げまする。手前のようなものでもお持ちいただければお役に立ちそうに思われてきました。ご奉公することにいたしましょう。何とぞ薬老の生涯を不足なく使い切ったと後におぼしめすように十分お召し使いくださいまし。承知したか。何のかのと自分の申し分ばかり言い立てて恐れ入りました。さようなことわびるに及ばん。随心の上は早速にもそちに命じることがある。いわば奉公はじめ。薬老、まず一働きしてみせい。元助の妻小西屋薬老は糸間を買うて一度岡山へ帰ったけれど、またすぐ帰陣して、その日から秀吉に仕える身となった。小西薬老行長と自ら唱え、ここに一角の侍になったが、薬老は髪も姿も前の町人作りのまま、秀吉の命を受けて間もなくどこかへ立ち去った。数日の後、彼は日畑城の中にある武井総左衛門の屋敷へ客として訪れていた。密談半夜に及んでそっと城中から帰った。総左衛門は戦目付上原元助の家来である。薬老が去るとひそかに元助の前に出て、実婚の小西薬老と申す者がぜひお取り次ぎを得たいとて、やぜんこの一首を携えて手前を訪ねてまいりました。一応殿のお目にだけは入れておくと答えて返しましたが、言いながら懐から秀吉の書簡を出して元助の前に備えた。元助は精読した。主人がそれを見てどんな景色を顔に示すだろうか。それを総左衛門は上目遣いに伺っていた。まんざらでない顔色である。秀吉の手紙はもちろん将校の書簡で、内容をして城を渡すなら信長に取り継いで戦後十分な恩賞をもって報おう。備中一国は帰化に呈してもよい。そうしたためてある。総座、はい、そちはどう思う。手前はただ殿と生死を共にいたす者、殿の御意のままに従いまする。総左衛門の言葉はすでに元助の中に動いている心を進めているのと同じであったが、さすがに元助も迷っていた。
容易に決意はつかなかった。総左衛門が重ねて言う。何分ここの城主、日畑殿があのように顔面では、いかに防いでも落城の日の遠からぬことだけは確かです。それに引き換え、敵の秀吉はこの中国においても日増しに収防を高めているようで、と主人の眉をまた見つめていたが、元助もむしろそれに同意らしく伺われたので、次の言葉にはもう忌憚なく自分の意思を述べた。ひとたび落城を見てからでは万事休すです。ご最後か生け捕りの浮き目を見るかの二つを出ません。お心あるなれば今のうちで。うん、そうさ、そちもそう考えるか。資料の乏しい日畑景親殿と共に惨敗を期するよりはむしろと。漁師と硯を貸せ。元助は筆を取って秀吉へ返還を書いた。内容のこと承知と。そうさ、ではこれを。はっ、悟られるな景親に。何のぬかりが。宗座は懐へ入れた。小西薬郎が一商人として種々の薬品を納入に来たのは次の日だった。城内では欠乏を告げていた品なので、彼の労を他とし平常に倍する値を払った。代価は宗左衛門の手から払われた。金子のうちに上原元助の返書も包み込まれてあった。ありがとう存じます。薬郎は公然日畑城から出て行った。その足ですぐ彼が竜王山の陣地へ急いで行ったことは、不覚にも日畑景親の手勢は気づかなかった。滅亡に終わるものは大概な場合、外敵よりも内敵にその素因がある。内部に災いの根のない限りは外敵も乗ずることはできないからである。日畑の城はすでに病を内に持っていたものだった。小西薬郎を踊らせた秀吉の策は単にその幹部へ外から熱を加えたに過ぎない。家前内向の疾患はついに膿を出した。上昇日畑景親と軍艦の上原元助の圧力、味方同士の暗闘や中傷、それをめぐって策動する下部層の士気の乱れなど、城下に秀吉の大軍を迎え、背後に毛利家の攻防を担いながら、この中の人心は人心の真実も純烈も表すことができないで、いたずらに人心の弱点、私欲、私憤、私妒といったような醜いものばかりを助成するような形態の下にあった。捨てておいても当然瓦解するものだったに違いない。けれど薬郎の往来は急転直下、その日を早めた。あれから間もない一夜、即死された。誰だ下手人は。城中に容易ならぬ裏切り者が潜んでおるぞ。油断すな面々。声から声へ騒然たる言葉が伝えられ、夜の明けるまで静まることを知らなかった。上昇の日畑景親が北車の防備を巡視中、何者かに鉄砲で狙撃されたのである。敵の弾にではない、明確に味方の弾だ。かなえの湧くような混乱と物議が果てしなく夜を徹し、その挙句は日頃景親殿と不和な上原元助の差し金に違いない。元助の家老武井総左衛門が怪しい。先頃から薬売りの小西屋薬郎と幾度か面会し、彼をもって寄せての橋場勢と何か連絡を取ったような形跡も見える。元助の屋敷へ行け。ともあれを仕掛けて彼らの本心を叩いてみれば眼色でも知れる。景親の労働たちは集結して上原の住まいへ殺到した。やらいの騒動を同じ城内にいながら軍艦たる上原元助が知らないはずはない。にもかかわらず元助は夕べから誰にも顔を見せていない。元助を出せ、元助に会おう。日畑の労働は門を囲んで怒号し合った。
出ぬからにはやましい覚えがあるのであろう。我ら長年の主人を失い、しかも城下に大軍の敵を持ち、やり方もない鬱憤を持ってこれへ参った者、押し入って元助の首をあげるがいいか。邸内にも上原の労働がひしめいている。何事か行儀している動揺が感じられる。するとやがて家来に門を開かせて静かに立ち現れた女性がある。静まりなさい。城下の寄せ手に悟られたら何としますか。上原元助の妻である。手に薙刀を抱えていた。元助の妻としては反感を抱いている日畑の労働も、この婦人が毛利元就の血を受けた承服の子であることは知っている。その一点においてこの女性の一声は彼らの怒りを一陣にせよなだめるに功があった。やらいの辺にはおなごである私とてともども胸を痛めているところです。もし夫や我が家の家中にそのような異端を味方のうちに招いたものがあるなれば、あなた方のお手は借りません。今も今とてそのことを取り正しているところでした。しばし調べのつく間静かに始末をお待ちください。言うと元助の妻は再び門の戸を閉めさせて屋敷のうちへ隠れてしまった。立ち返ったか。元助は室内へ戻ってきた妻に尋ねた。彼の妻は涙の中から夫の顔を下げすむごとく恨むごとくじっと見てから、いいえとだけ答えた。そしてしとやかに、総左衛門をこれへお召しくださいませと願った。元助の近侍はすぐ家来の武井総左衛門を連れてきた。そして総座の姿が縁に見えると、入るに及びませんと夫人自ら室の外へ出て行った。途端に鋭く、不忠者と夫人の叱る声がそこに聞こえた。元助は驚いて座を立って室外へ顔を出した。見れば夫人は隣室から携えて出た薙刀の一冊のもとに武井総左衛門を手打ちにしていたのである。そなたはなんで総左衛門を、なんで。蒼白な表のうちに元助は抑えがたい怒りを燃やして言う。お席へお戻り遊ばせ。立ち騒ぐ近侍を退けて彼の妻は一室を閉め切った。夫婦ただ二人となった。手を使えると妻はおろおろと泣きわな泣いた。しかしもう泣くまいとする者のように彼の妻はやがて涙を拭って夫へ迫った。ご一緒に会い果てましょう。何。元助は詰め寄る妻の膝から膝を下げた。彼の妻は二人の間に懐剣を置いた。そして真心を聖涙に込めて説いた。いかに日頃からご意見の相違があるとは申せ、武井総左衛門に命じ日畑殿を闇討ちさせるとは何事でござりますか。しかもその前に敵の秀吉に気脈を通じ理に惑わされて味方を売る示し合わせを遊ばしての上とは。誰が一体そのようなことを言いふらしたか。あなた様の妻です。あなた様のお心がわからいでどうしましょう。はや門外には景親殿の労働がお首を所望に来ておりまする。妻がおそばにおりながら闇闇お印を人の恥ずかしめに任せるわけにはまいりません。私もお供いたしまする。潔く罪を詫びてお腹をお召し遊ばしませ。腹を切れと。おく、そちは気でも違うたか。元就の娘です。父の遺訓には利を求めて直すてよとはございません。あなた様とて毛利家に忠義のゆえをもって私を目合わされ、さらにこの度は輝元様の眼鏡をもって戦目付にこの城へ差し向けられたお立場ではありませんか。いかなる天馬が我が夫をこうも浅ましいものにはなしたかと、人の心の頼りなさが情けなく思われまする。あれ
あの声、門の外にひしめくお味方の罵る声をお聞き遊ばせ、生きれば生きるほどお身の恥です。毛利家の名を汚しまする。さあお急ぎ遊ばしますように。血相を込めて迫ると、元助はなお死を惜しんで不意に逃げかけた。ご卑怯な。夫人は夫へ抱きついた。鮮血が走った。それからほど経て、彼女の美しい亡骸は城郭の東の丘に発見された。夫元助の首を前に置き、一枝の花を備えてその前で見事に自害していたのである。うつぶした黒髪は西の方、毛利の本国芸州の方へ向いていた。さみだれ雲。一条一条連冠の小次郎はかくて個々に壊滅された。残るは一つ、高松城の主力のみがここにぽつねんと孤立の姿になった。もとよりこうした体制は高松城の清水宗春から毛利家へ向かって頻頻と事態いよいよ急、一刻も早くご援軍をと秘書早馬相次ぐ急死をもって訴えられたこともちろんであるが、いかんせん事情は急速に毛利の軍勢をしてここへ反転進出してくるのを許さなかった。なぜならば小早川高景は筑前の立花や豊後の大友宗麟などと交戦中であった。吉川元春は鳥取城を中心とする敵勢力の山陰展開に対し、その処置に忙殺されていた。また首相毛利輝元にしても、こう両翼の一致と対秀吉軍の大方針が決せぬうちは、その本国吉田城の城を滅多に揺るぎ出ることも当然ならない。輝元を中心にその両線の意見が一致し、毛利家始まって以来の大戦端を予測しながら、全軍四万が方向を転じてこの備中の境へ出てくるまでにはどうしてもなお半月以上の日数はかかる。極力急ぐ。必ず大軍をもって援軍に赴く。ただ問題はそれまでの防ぎだ、頑張りだ。高松の一条だに頑としておれば、敵は芸州へ一歩も居ることはできぬ。清水宗春以下の一心一致をくれぐれ頼み参らすぞ。輝元の側近は輝元の言葉としてたびたびの使者にこう答えた。激励した。またその一線の任と牢城の意義がいかに大きく重いかを説いて、声援弁達怠りもなかった。元春や高景からも宗春へ宛てて同じような激励と、そして救援の準備にかかっている消息は幾度か連絡されていたはずであるけれど、やがてその通信は中断され途絶した。4月27日からである。今はと秀吉は周到な用意のもとに、すべての邪魔を除いていよいよ残る一条高松の方位を行動し始めた。竜王山の本陣15,000はなお動かない。平山の高地へ羽柴秀勝が5,000を率いて進出し、80,000山には宇喜多秀家の10,000が戦機を高めていた。宇喜多勢の背後には秀吉の譜代とみられる諸将が陣していた。万丈の駒組みは一応まず整った形である。宇喜多の後ろへ譜代を配したのは、なおまだ宇喜多の配下に双心を抱く者が絶無とは限らない。万一に備えてであることは言うまでもない。包囲形成を取ったその日から寄せ手と城兵の間には
もう先方で一部隊の衝突があった。今朝池の下口での合戦では、浮田殿の家臣のうち戦死傷を合わせて504名と数えられ、城兵の損害は約100に足らず、うち84名はことごとく討ち死に、残る数名のみ生け捕りましたが、それらも皆全身に深手を持ち、はや五体も効かぬまま捕らわれた者どもでありました。前線を視察して例の腰に乗って戻ってきた黒田官兵衛が、竜王山の秀吉の前に来て、除戦の第一日から凄まじい激戦であった模様をつまびらかに話していた。秀吉はうなずきながら、通り通り、本土は血を水に陥れるわけには参らぬ。しかし浮田勢もよく戦うと見える、と言った。浮田の本陣はその神経と戦闘力を彼の目から試されているものだった。すぐ5月に入った。梅雨の空は蒸し暑くかき曇ったり、そうかと思うとただならぬ照りつけ方をする。除染に大損害を受けた浮田勢は、あれから5日間夜ごと夜ごと Y 元口の付近にこっそり塹壕を掘っていた。2日の朝、この辺りに攻め口取って城へ挑んだ。清水宗春の帰化は、浮田の兵が城戸や石垣近くへ寄りたかってくるのを見ると、うじ虫めがと口汚く罵った。人々は毛利家に属し、転じては秀吉の先鋒となって、かつての味方へ攻めてくる者に対し必然な憤怒を覚えるのだった。腕を焼くし、はがみをして、しばし見ていたが、気を測って城門を開くと、ウジ虫を追っ払え、いや一匹も生かして返すな、怒涛を作って打って出た。この怒涛の中には、戦いを生産にする太い感情が波打っている。猛烈な槍の走り、うなってゆく太刀のきらめき、それが思う敵とぶつかるや否、すぐ惨烈な血煙となって、至るところに来たか一機一機、一兵一兵、組む、刺し違える、あるいは首を上げる、その首を奪うなど、到底他の戦場では見られぬほどな猛闘が演じられだした。引け引け、土煙の中で浮田の武将のしゃがれ声が聞こえると、かなたこなたの三兵もわーっと時を合わせて引いていった。城兵はまなじりを上げたまま、突っ込め、あの旗印の見えるところまで、と浮田の中軍をもこの図に乗って踏みつぶすばかりな息で追いまくしていった。と先の平地に一線の塹壕が見えた。しまった、と先頭に立っていた白方の武将は足をすくめたが、飲めるばかり追いかけてゆく兵には大地も見えなかった。しかし塹壕の一線近くまで近づくや否、そこの影から一度に起こった銃声と硝煙が、たちまち城兵の姿をバタバタと野に倒した。誘いだ、敵の誘いに乗るな、身を伏せろ、身を、そしてはまた、撃たせて弾の間合いを見、その隙に飛び込め、と励まし合い、幾人かの犠牲は覚悟の前として、わざと立って弾雨を浴び、敵の銃手が次の弾込めをする瞬間を計っては塹壕へ近づき、ついには穴の中へ飛び込んで、ここに血みどろな途中戦が行われた。雨となったその夜から、竜王山の陣陣は旗も帳も濡れ浸っている。秀吉は陣小屋に隠れて、鬱陶しい五月雲を庇しの外に見ながら、だいぶ晴れ晴れしくない顔をしていた。虎之助、と後ろを顧みて、雨の音か人の足音か、木戸の方がざわめいておる、見てこい、何事か。はい。虎之助はすぐここへ帰ってきて主人に答えた。ただいま
黒田殿が戦場からお帰りになられたのです。途中腰を担う者がこの雨のため坂道で足を滑らし、そのため官兵衛様には腰の上からしたたかに振り落とされ、蓑をかぶせられてご家来方の背に追われて今お戻りのところでした。みなしてそれをお詫びしますと、黒田殿にはおかしげに笑いこけて、腰が痛いぞとお手でさすりながらお小屋の内へ入ってお入りなされました。あの足の不自由な身をしてこの宇宙にも前線へ出ていたのか、今さらのことではないが、秀吉も官兵衛の生まない勢力にはほとほと感心していた。ほどなくお見えになりましょう。虎之助は異彩の返事を終わると次へ下がって炉の中へ太い薪を入れていた。ぼつぼつ蚊が出始めてきた。雨の降る日は分けてうるさい。蒸し暑い上に暑くはあるが、炉の中の薪は貝節になる。煙いの、うん、煙たいぞ。つぶやきながらそこらにいる小姓組の若者たちの中を備後の人が案内もなく秀吉の部屋へ通っていった。官兵衛である。もう彼方の室ではその官兵衛と秀吉との談笑が梅雨じめりを吹き飛ばしている。どちらも負けずに声が大きいのだった。何を笑うているのだろう。小姓組の面々も炉端で湯を飲みながらくつろいでいた。申してはもったいないが、ご主君のあの笑い声を聞くとうちの親父がご機嫌だとともども愉快になってしまう。そうここの若い者は常に主君の部屋に対して敏感に義勇を共にしているのだった。きっとあのことでしょうよ。石田佐吉が腰をさする真似をすると福島一松がそれそれと言って膝をたたいた。なんだ、何かあったのか。片桐助作やその他が目を丸くして聞きたがる。この五月雨に陣中至って無量なところだ。若い者は話題に乾いている。お虎から聞いたのだが。一松は例の横柄な顎を持って虎之助を指しながら、今しがた黒田官兵衛が鬼人の途中腰を担う者が坂道に足を滑らせ、そのために官兵衛が腰から落ちたという話をかなり誇張を加えて一同に語った。それは愉快と言ったのは加藤孫六。それからまた、痛かったな、黒田殿が転げたところと奥へ聞こえそうな声して笑ったのは平野権平であった。お気の毒なとは誰も言わなかった。言わないはずである。この若者腹に対しては相当常日頃から官兵衛は苦言や弁達を加えている。時々仲間へ入ってきてどうだというような親しみも見せてくるのだが、もっぱら敬遠して親しまないことにしている。というわけは酔いでもすると痛烈に若い連中を頭からこなしつけるからである。今に見ていろ、悪意や宿意では決してない。いい意味を持ってここの若い連中は密かに他実を期している。いつか一度は黒田官兵衛をして舌を任せ、先輩とてあまりに今の若い者などと大口は聞くまじきものなりという戒めを事実をもって目に見せてくれねばならんと誓っているのだった。お小姓衆、坊主頭が一つ煙たそうに煙の中にかしこまった。茶道衆の一人である一松が振り向いて、おい、なんじゃと無頼感のような口の聞き方をした。殿のお言葉です。そう聞くと若者たちは皆具足の着込みであったが、一斉に座り直してもうざれ口も潜めてしまった。黒田様とお話し中しばらく故障だまりの方へ下がっておるようにとの仰せです。何か大事なお話が終わりらしく。難しかろうかと秀吉。難しいと思います。官兵衛は言う。沈黙が続くと二人の間には
粗雑な人中の仮不信のため、ひさしからあふれ落ちるさみだれの音のみが、しょぼしょぼと耳につく。要は、日数の問題でしょう。二回の総攻撃を試みて、およそ短期立功の至難なことは知れました。されば超人を覚悟し、悠々包囲するとしますか。それにも必然大きな危険が予測される。毛利方、四万という本国勢の救援が間に合って、高松城と連絡を取り、呼応してお味方へ攻勢を展開してくる恐れのあることです。それゆえに筑前持ちとこの入梅にはめいっておる。勘兵衛、何ぞ名策はないか。昨日も今日も前線を巡り歩き、敵情の位置、地位の知性をつらつら見ますに、ここで健康一滴という対策はただ一つしかありません。高松の落ちるか否かは敵にとっても味方にとってもただ一条を争うだけの問題ではない。ここが落ちれば芸州吉田山の毛利の負ははや我が小中のものに等しく、ここで砂鉄いたせば五年にわたる中国攻略の技もいっぱい地に崩れをきたすであろう。対策こそよけれだ。勘兵衛、おことの考えは何か。次の間の輩も遠ざけてあれば忌憚なく言ってほしい。恐れながら殿にも腹中の一案はお持ちでしょう。ないこともない。先にお伺いいたしましょう。おこともかけ、傍らの硯を寄せて自分も筆を取り、勘兵衛にも漁師を与えた。秀吉の書いたのを取って勘兵衛が見た。水と一字書いてある。勘兵衛が書いたのを取って秀吉が見た。それには二字水攻めとしてあった。笑いながら二人は丸めた紙くずをたもとへ入れて、勘兵衛、人の血というものはやはり人の血以上には出ぬものだの。さよう仰せられますが、高松の城は平野と香典の低地に位置し、辺りには手ごろな山々を控え、桑浦に足盛川をはじめとし、大小七つの河川が八方へ奔地しています。これを集めて平地の一箇所に注げば、あの城を湖水の底となすこともさして至難ではありません。けだし発願の死でなければ思いも及ばぬ大規模な作戦であります。殿が早くもそれへお心づきあったことは敬服に耐えませんが、なおかつ何故その実行をご躊躇遊ばしておられますか。されば古来火攻めをもって工場に成功した試しは幾多もあるが、水攻めをもって功を遂げた試しはほとんどない。三国時代五冠の戦記には見たように思いますが、そうそう我が朝でも天智天皇の3年九州水木の城において、唐軍の来航に対し包を築き水をみなぎらせ、これを切って氾濫せしめ、一挙に唐軍を押し流そうと作戦したとか、何かの機に見たことがありました。いやいや、それも実行までに及ばず唐軍が退いたらしい。これを行えば実に秀吉が全く前後に類いなき戦法を取るわけになる。で実は血と入念を要するゆえ、地理数字に詳しい奉行人どもに命じて、それに要する土木の人員人数費用などをあらまし調べさせておるところじゃ。勘兵衛、おことの胸残業では一体幾日をもってどれほどな人員をもってなしうると考えておるか、一つ精算を聞かしてもらいたいが。秀吉が求めているのは単なる案でなく、具体的な数字と誤りのない設計の確証であった。ごもっともです。それらの副案については手前の家臣の中にもいささか才覚ある者がおりまして、詳しく工事の係数を立ておりますれば、そのものをこれへお召しくださるなら
直々明瞭なお答えができうるかと存じます。この官兵衛よりご検索申し上げたものの、つまりはその男の算数と設計とに基づいてのことでございますから。官兵衛の現にその家臣とは吉田六郎太夫と申すものです。今在陣か？おりまする。ではすぐ呼べ。そう命じてから秀吉は、実はわしの手元にも一名そういう工事の差配や土地の事情に通じている男を一人留め置いてある。同時にこれへ呼んで吉田六郎太夫と合議させてはどうだろう。結構です。してそのお人は？家中ではないが備中玉島の合祀で千原久右衛門という、今陣中ではもっぱらこの付近の絵図面などを作らせておるが、それはしごく良い人物。ぜひこれへお召しをせぼ。おい、誰か来い。秀吉は手をたたいた。皆遠く退けて金字も小姓もいないので手の音は容易に届かない。雨音もそれを妨げている。秀吉は自分で立って次のままで歩み、戦場で出すような大声して、おい、誰かおらぬかと陣小屋のうちへ怒鳴った。慌ただしく足音が近づく。驚いたと見え、それも四方からだった。秀吉は何か二三人に言いつけてから川屋へ入った。雨はいよいよ降り募る。吉田六郎太夫が来る。また千原久右衛門もまかり出る。こちらでお控えを。小姓は別な広い部屋へ二人を案内した。同然としてそこは暗い。かなり経ってから食材がところどころに配られた。秀吉と官兵衛とはなおさっきからの部屋で密談を続けていた。ほどなく陣外からこの雨の中を八須賀彦右衛門が上がってくる。さらに浅野弥平、木下備中守、生駒仁助、堀久太郎、また山之内伊右衛門和豊なども呼ばれて同じ広間の方へ通る。ほどなく秀吉と官兵衛とは相伴ってこの席へ現れた。ここへ臨むまでに二人の間にはすでに基本の方針は一致していたこともちろんである。要するにこれから開かれようとする軍議は、その原案を基礎として千原吉田両人の持つ実際的な知識に諮問し、同時に人員の配備と軍全体の戦闘も全てそれへ一点集中させるためのものであることは言うまでもない。雨の中大義だったと、まず三州の諸将へ行って秀吉からそのことについて口を切り出した時、遠い陣地にある羽柴秀勝、同じく小一郎秀長などの一族から宇喜多秀家、杉原家継に至るまでも威迫の諸将は荒まし顔を揃えた。戦国権兵衛、森勘八、一柳一助、山下九蔵、堀尾茂助、八須賀家政、黒田吉兵衛といったような中堅の士は許されて次の細長い部屋に居並んでいた。軍議は世に言った。いつの間にか雨は止んだらしいが、止んだ後の蒸し暑さは余計であった。食材の火は山切りにぼやけ、ろうそくは幾度か継ぎ足された。その間秀吉も官兵衛も一晩の白湯すら求めなかったので、茶道衆だけは用もなかった。土と人、水攻めを決行するとなると、龍王山の本陣では全てに便が悪い。また遠すぎる。石井山は高松城の東に見える高地で、距離も程よく、ほとんど敵城と直面するの位置にある。準備として秀吉はまずそこへ本陣を移した。5月7日のことである。
明くる8日、縄取り始めをする。久右衛門も来い、六郎太夫も続け。と秀吉は幕僚六七騎を連れて山を下り、はるか高松城の西、その城を目手に望みながら、足盛川の門前と呼ぶ地点まで遠乗りした。一汗拭って、久右衛門と呼び、石井山の岩鼻からこの門前までの距離は一里足らず、詳しく申し上げれば28丁余りにござります。そちの図面を貸せ。千原久右衛門の手からそれを取って、築堤の工事と辺りの地勢とを見比べる。ここに立ってみると、西は吉備から足盛川の上流の山地へ、北は竜王山から岡山境の山々まで、そして東は石井山河津ヶ原の山外れに渡って、実に南の一方を除くほかは懐深い天然の湾景を成している。その平野の湾の真ん中に、ポツネンと高松の城は平城式構築を示している。秀吉の目にはその平地の畑も田んぼも馬場も人家もすでにことごとく水面に見えていた。かかる目で見るとき、三方の山岸は曲線の多い磯や岬と眺められるし、高松城はまさに人工的な一孤島ということができる。よかろう。図面を久右衛門に返し、実地に対しても自信を深めると、秀吉は再び馬に乗って、帰るぞと幕僚たちの上に呼ばわってから、工事奉行吉田六郎太夫、千原久右衛門の二人へ行った。ここの山際から彼方石井山の河津ヶ花の下まで、筑前が馬を走らすゆえ、その馬蹄の跡を築堤の縄取りとせい。よろしいか。しばらくお待ちを。二人は付近の民家へ妊婦を走らせ、何事か早急に言いつけ終わってから、秀吉に再度答えた。よろしゅうございまする。よいか。さらばこう引け。と秀吉はまっすぐに東へ馬を向けて駆け出した。門前、福崎、原小材、そのあたりまでは竿を置いたように直線を描き、原小材から河津ヶ花までは幾分弓なりに内懐を広げてゆく。久右衛門と六郎太夫は騎馬の幕僚たちと秀吉との間を馬で追いながら、時々何か白い粉を落としていった。麦の粉か小米の粉であろう。白い線が血に残る。振り向くと、その後をたどって、もう幾人かの妊婦が築堤線に杭を打っていた。秀吉は河津ヶ花へ立って、これでよかろう。左右へ行った。今引いてきた一線を包みと見、これに七川の水を入れると、ちょうど半開きになった蓮の葉形の巨大なる湖が出来上がる。人々は初めて地形の認識を呼び起こされ、この備前備中の境あたりも、遠い太古の昔にはやはり海だったのではなかろうかなどと急に考え出した。戦闘は開始された。血の戦いではない、土との戦いである。築堤の長さは28丁20間という距離。また土手の幅は上で6間、下の地面部はその倍の12間という厚さ。問題は高さである。この高さは水攻めとする対象の高松城と比例せねばならない。実に水攻めの成功を確信しうる素因は、何よりもその高松城が平城式なる上に、石垣もわずか2間しかないところにあった。で、築堤の厚みもその高さ4間という基本から割り出したのである。
四軒の高さいっぱいに水をみなぎらせれば、城の石垣を浸してなお二軒の水かさを城郭のうちへ氾濫せしめることができるという計算になるが、土木というものはいつの場合にも予定日数より早かったという例はまれである。ここに黒田官兵衛も最も頭を悩ました問題は工事に従う人力であった。もちろんその大部分は土着の農民に求めなければならないが、近郷の部落には今やその人口はすこぶる希薄だった。なぜならば敵の首相清水宗春は籠城と同時に農民の家族500余りを城内へ収容していたし、また領外へ分散した者も少なくない。ご領主様と生死を共にするならばと城内に立てこもった農民は日頃から宗春を慕っている善良純朴な民であり、部落に残っている者の多くは素質の悪い怠け者か、あわよくば戦場稼ぎを考えている不純分子が多かったのである。もちろん浮田家の協力もあるので岡山方面からも人力は挑発してきた。数千人を超える頭数はまずたちまちにして集まったと言ってよい。しかし官兵衛の悩みはその頭数を揃える事務ではなく、この人力の結集から最高度な能率を上げさせることにある。どうだ工事のはかどりは。巡視のたびに吉田六郎太夫を呼んで聞く。六郎太夫もそれについてはどうもご予定の日取りまでには難しく存ぜられますと鎮痛に答えるしかなかった。この係数課の企画的には優れた頭脳も数千の人員の、しかもどしがたい暴れ者まで混じっている同人たちの心理から誠意と汗を引き出す方法は割り出すことができなかった。で、築堤28丁余りの間、50軒おきに小屋を建て、総数32箇所の監視所から常備の少子が特例に当たっていたが、単なる特例そのものではありのごとく土を担い好き桑を振るっている数千の者に何の拍車も加えなかった。しかも秀吉が掲げている期日は極めて無理な短期間であった。そして是が非でもとその期間内の竣工を部下に求めてやまないのである。毛利の援軍4万は吉川小早川輝元の本軍と3部隊に分かれ刻々国境に近づきつつあります。すでにその先方の一部は何がしの村落まで来たという情報もありまする。朝に夕に飯を噛む間もそういう秘宝を耳にしている秀吉である。またその心中をよく知っている官兵衛である。昼夜健康の労働に疲れ果ててもう昼中はのろのろとしか動かない数千の妊婦を見ると、官兵衛の胸はこの頃の梅雨雲のようにイライラせずにいられなかった。予定としてはだいたい全工事を半月以内に完成したい、いや絶対にその期間内に築堤を終わらなければ毛利の来園とともにこの計画は全く無意味に帰してしまうのみか。味方の統率上には大なる破綻をきたす恐れすらある。2日3日すでに5日、いかんどうかせねばならん。こんな父たるはかどりようでは半月はおろか50日100日を重ねても全長28丁20軒という包みはできまい。官兵衛は座視していられなくなった。奉行の吉田六郎太夫も千原久右衛門もほとんど不眠不休の姿で工事監督や妊婦の弁達に当たってはいるが、いかにせん刺激する妊婦は不満不服の塊と言ってもよい占領地下の敵国民である。またふてぶてしいあぶれ者の混じりである。比較的おとなしい妊婦までを何かにつけて扇動し
丹陽の仲間に引き入れ、故意に予定を支障させて、表には出し得ない卑屈な犯行を当事者の狼狽と秀吉軍の敗北という結果に見て、故意に満足しようとしている始末の悪い人間軍であった。怠けるやつは何者だ。官兵衛はついに自身杖をついて工事場に立った。ようやく幾町家の一部できかけた包みの新しい土の山に立って、その恐ろしげな目を数千の妊婦の上に軽々と配った。そして少しでも怠けているものを見出すと、陣馬に逃げない速さを持っていきなりその妊婦のそばへ駆け寄って行き、働け、なぜ怠ける。杖を振るって打ち据えた。妊婦たちは震え上がって、陣馬の鬼武者が見ているぞと働き出したけれど、その目の届くところにおいてのみである。苛烈な弦を持って彼らの汗を強要すれば、彼らにはまた特有な彼らの怠ける戦法はいくらでもある。さすがの官兵衛も手を焼いた。数千の妊婦の、しかも広い工事場の範囲にわたって、早々目も無知も届きかねるからであった。いかに数百人の目付けをそれへつけて叱咤させてみても、決して能率は上がってこないことを知った。所詮予定のうちに終わることは不可能です。万全を期すために工事半ばに毛利の援軍はこれへつくものと、あらかじめ作戦上にお覚悟を願っておきたいものでございます。いや、造人どもをよく使うことは傭兵以上難しいもので。秀吉の前に出て官兵衛はついにこう訴えた。そして心からその指南を痛嘆した。秀吉は黙って指折り数えていた。秀吉の心中にもただならぬ焦燥はある。例えばやがて空を覆う夕立雲がすぐ山向こうに見えているように、毛利の大軍の近づきは刻々予報されていた。官兵衛、そう落胆するには当たらぬ。まだまだ7日の猶予はある。なんとかできようが。日は予定の半ばを超えているのに、工事はまだ3分の1も進みませぬ。案上あとわずかな日数で総工事がなりましょう。いや、できる。秀吉は決して官兵衛の言を肯定しない。およそ官兵衛の権限に対して彼がこう強く否定したことは初めてと言っていい。必ずできる。ただし3000の妊婦が3000の力だけしか出さないでいてはできない。一人が3人前5人前の労力を出せば、3000の妊婦は万余の力になる。それを得する侍どもとでも同じように、一人が10人分の気力を奮い出せば何事かならぬという理由があろう。官兵衛、こう言い出せ。秀吉も一応工事場へ臨むであろうから。何事か、秀吉はささやいた。あくる日の朝ごろである。突然木ぼろの使い番が工事場を駆け巡って、全員に工事の中止を命じ、一同あの小旗の見える下へ集合しておれという命が下った。何だろう。妊婦頭はよりより首をひねりながら、ともあれ小旗の立っている土手の下へ集まった。夕べから徹夜で土を担いでいた妊婦も今交代して、包みののぼりにかかり出していた妊婦もすべてその組々の親方に従って一箇所に異臭した。土の色とも人の色ともわからない数千人の頭数が、おい、なんだね、何があるんだと半ば不安に駆られていながら、しかも虚勢を失わず、彼らの通遊性であるざれ言や揶揄を露骨な態度に示したまま、黒々と人並みを揺るがしていた。そのうち急にひそとなった小旗の脇に据えてあった将棋へ秀吉の姿が寄ったからである。小将、旗本などが左右に分かれて厳かに控える。妊婦たちから日頃憎悪の的になっている陣馬の鬼武者
黒田官兵衛は少し離れたところに竹の杖をついて立っている。やがてその官兵衛が土手の上から数千人の上へ大声で告げた。筑前の神様のご上位で、今日はお前たちの所存を聞いてやれとのお言葉だ。かねて何じらも知るがごとく、築堤の日限ははや半ばを過ぎておる。しかるに工事は遅々として進まない。その原因はいつにお前方が行に対して主力を振るい出していないからだと筑前の神様は仰せられる。そこでだ、一体お前方の間にはどういう不満があるのか、何が不足なのか、どうしてくれと望むのか、それを忌憚なく今日は聞いて使わすためにこれへ集合を命じた次第である。官兵衛はしばらくここで舌を休めながら数千の頭を眺めていた。諸所の頭と頭が何かささやき合っている。明らかに全体も動揺している。目と目を見合わして、組々の親方どもは妊婦たちの気持ちを十分にわきまえておるであろう。この時をいつしては何じらの願い事を殿のお耳へ直に聞いていただく折はないぞ。どの組からでもよい、五六名これへ出てきて一同の代表として不足不満希望を申せ。筋目の正しいことなれば聞き届けて使わすであろう。すると大勢の妊婦の中から見るからに不定な面構えをした半裸体の大男が、ここで仲間へ顔を売ろうという気かのしのし土手の上へ上がっていった。それを見るとまた三四人の土工頭が、いようじゃねえか、ああおっしゃるんだ、何もびくつくことはねえと強いて辺りへ豪語を払いながら、これまた包の上に立った。これだけか、代表は。へえと各々将棋間近なので膝をついて土下座仕掛けると、官兵衛は座るに及ばんと制して、今日はとくとその方どもの不満を聞いてやるとの殿のおぼし召だ。せっかくどこを一同の代わりに立って御前にまかり出ながら、言いたいことも言えないではこちらも困る。要するにこの工事が期日までになるもならぬも、いつにその方たちの働き遺憾にかかっておること、遠慮なく日頃その方たちの胸に隠しておる鬱憤なり不平なりをここで明らかに申し立ててほしいのだ。まず一番先にこれへ出た右側の男から申してみ。さあさあ遠慮なく言うてくれと官兵衛も今日は砕けた調子で話しかけた。ここでこの工事に従った妊婦たちがどの程度の給与を受けていたかを一別しておくのも無駄ではあるまい。武将勘定記の記載によると、総工費の使用は銭63万5040貫文、米63500余石を要したと書いてあるが、この巨額な米や金が秀吉の陣中に用意してあるわけではない。清暦5年にわたる中国人では多くの敵産も得ているが、より以上莫大な数字に上る軍費を使っている。曹操無限に安土からそれを仰ぐのも秀吉の本意でない。またこの総費用を賄う米と金の一部ぐらいは浮田家の城蔵にもあることはある。だがそれは万一の備えとして枯渇させたくなかった。また今浮田家からそれを取り上げることは山陽方面の経済上から見ても、人心の影響から考えても決して善策でない。ではない金ない米を秀吉はどう捻出したろうかである。明らかな資料はないが、およそこういう局面に行き当たるのは軍政上ままある習いだ。秀吉はまずこの地方の米を帳付け軍票で買い上げたに違いない。後払い制度の軍札以外には占領地の山とか田とかをお墨付きとして功労があるとか
剣の大物をしたとかいうところの庄屋や豪農などへ家父したであろうことも疑いない。またそれらのものを差配として土着民の協力を促しつつ、まず極力陣中に物資を収めていた。しかしこの政策は多少強権をもってするので、なるべくは現在の占領地内では無理をせぬことに命じてある。実施の目標とされた地方はやがて毛利の援軍が来て布陣するであろうと思われる国境の街道に面した村々、また長良山、岩崎、日差し山などの間に散在するたくさんな部落だった。大軍の敵の到来に先立って、まず敵の食料を味方へ引き上げておくという作戦上の意義も多分に含まれているのである。物は金だ。秀吉は今度の工事にあたって人足の賃金を1日割の費用日給にせず請負制度にして、その募集とともにこういう考察を立てて約束した。土俵一俵運ぶごとに銭100文米一升を雇う。これは優に当時の浪人としては農民の一日以上の収入にあたる。露光の手間賃としても破格なものだった。汗を惜しまず体力のせい限り働けば、一日のうちに平常の半月分の稼ぎをすることもいいたるものだ。噂を聞いて一稼ぎと、たちまちこの仕事場へ尽力が移集してきた理由の第一はその効果だと言ってよいけれど、収入の部が良ければ部が良いで、彼らは決して無限には働かない。むしろ小さな欲の足りるところで汗を惜しんで、あとは乱打を楽しみたがる。こうまでして自分たちを優遇する雇用者に対し、その恩を射すよりもその逼迫している急場の足元につけ込み、恋に怠けてはそれを揶揄し、無知で強いられれば俄然不平を鳴らすという風であった。人情是非もないところと秀吉はかなり寛大にこの状態を見ていた。腹からのあぶれ者もいるが、ほとんどは占領下の民である。昨日まで漁師と仰いでいたものからにわかに離れて、全く人情風習もなじまない他国の陣営に雇われてきているのである。むしろ不憫とも言うべきもの、無理もないと秀吉はその無知を哀れみこそすれ、決して怒ってはいない。しかしこのままでは当然全作戦の意図は行わるべくもないので、ついに黒田官兵衛に胸を含めて今日のこととはなったのである。名代ども、妊婦一同に代わってこれへ出たからは、いいおじいたしておってはせっかく何の意味もなすまい。望むことなり日頃の不満なり何なりと申し立ててはどうか。二度まで官兵衛にこう促されると、武兵分子の代表としてそこの包みに立った五名の土工頭のうちの一人が言い出した。では仰せに甘えて申しますが、どうかご立腹くださらないで、一つそのよろしくお聞き届けを願いたいんで。よしよし、なんだ。土俵一俵運べば米一升銭100文くださるってんで、実は手前ども何千人って貧乏人は喜んでお雇われ申したわけでございますが、何のこった、その約束が違うじゃねえかってなところが、そのゲス根性と申しやすか、コシトラをはじめここにいるみんながみんなの不服なんで。ほれこれ、かりそめにも羽柴筑前の神様の名をもって考察した約定にご位牌ないはずだ。その方たちは一個一票を運ぶたびにお焼き印のある竹串をもらい、それを夕刻お勘定所で約束通りいただいておらんのか。そりゃ旦那、いただいちゃおりますが、一日十俵二十俵運んでもお勘定所のお払いは玄米一升に銭100文切り、あとはみんな後払いの軍札と米券でござんしょう。そうだ、そいつがどうも困るんで、へい、稼いだものは稼いだだけ米でも金でもようございますから、
現のものでいただかなくちゃ、こちとら引かせぎの貧乏人は女房子を食わしちゃいかれませんので、米一升に銭百文あればその方たちの暮らしでは普段の身入りよりもはるかに良いはずではないか。ご冗談をおっしゃっちゃいけません。牛や馬じゃあるめいし、年がら年中こんなに働いていた日には体が老えてしまいます。それを合点の上で羽柴様のお言いつけに従い、日頃の何倍も夜昼なく働いているんでございますから、この後には酒も飲みたし、うまいものも食いたいし、借金も返そう、女房に夏着の一枚もと欲と道連れなればこそ無理な仕事もやれるんでさ、それを日頃の相場と大して変わりねえ駄賃で追っ払われちゃ生も根も続きっこはございません。はてさて、わからぬやつ、我が羽柴軍はその方たち領民へ望むに人生を旨とし、不憫をもってこそおるが、まだかつて火星を敷かれた試しはない。一体何じゃらのブツブツ申すところはどこにあるのか。五名の土工たちは皆あざ笑った。不定な面構えをそろえて、今度は口々に、旦那、文句は言いませんから働いただけを払っておくんなさい。軍殺だの米剣だのと紙くずをいただいたって腹は膨れやしません。第一この戦に羽柴様が負けた日には、その紙くずを持って一体どこの誰から金を引き換えてもらうんですか。心配いたすな、その義なら。あっと待っておくんなさい、戦にはきっと勝つからとおっしゃるんでござんしょう。とんでもねえこった、御大将や旦那方は命を懸けた博打でござんしょうが、そんな博打に半口乗ることはこしとらまっぴらお断り申します。なあおい、みんなそうじゃねえか。土手の上から手を振って数千の妊婦に合意を求めると、たちまちわーっとそれに応じて見える限りの人間の頭と手とが波のように騒ぎ出し、やれやれしっかりと名代たちを応援した。それだけか、不平は。官兵衛の言葉に五名は、へい、まず一番にそれから型をつけていただきたいもんでと衆を頼んで恐れげもなく言い立てた。ならん。官兵衛は初めて本当の声を振り絞った。竹の杖を投げるや否、陣頭を抜いて一人を真っ二つに切り、逃げるのを追ってまた一人切った。同時に後ろにいた吉田六郎太夫も、千原久右衛門も太刀を払って抜き打ちに他の三名を鮮血の中に打ち果たしていた。黒田官兵衛、千原久右衛門、吉田六郎太夫、こう三人が手分けして伝春に五名を切ったわけになる。その速さと意外とに打たれて、数千の妊婦は墓場の草のようにひそとしてしまった。それまでの横着そうな面構えも、不平の声も、反抗的な目つきも一瞬に吹き消されて、ただ土色の無数な顔が肝を失ったように群がっているに過ぎなかった。五つの死骸を地上に置きながら、官兵衛、久右衛門、六郎太夫はなお雫する血刀を手に下げたまま、それらの無数な頭の上を不気味な目で眺めていた。改めて一同へ言うがと、やがて官兵衛はありったけな声を張って告げた。お前たちの名代五名の者は今これへ呼んで、その言い分なるものを聞いて使わした。そして格のごとく明瞭な返事を与えたわけである。がまだ他に申し分もあろう。これへ出て言いたいものを抱いておる輩もあるに相違ない。次には誰だ。我こそ一同を代表して何か言おうと思う者は今のうちに出てくるがいい。出ろ。出てこないか。もはや言い分はないのか。あらば誰でもこれへ出て申せ。官兵衛はまたしばらく口をつぐんで、彼らの反省するいとまを与えていた。無数の顔のうちには明らかに恐怖の色を悔いに変えているものも見えた。
そこで官兵衛は初めて地刀の糊を拭って陣刀の鞘に収め、その異様を正しながら、かつ顔色を和らげて、こう妊婦一同へ諭した。五名の者に続いて誰も後から出てこないのを見れば、おそらくお前方の本心はこの五人とは違うものと思われる。そう解釈して、これからはこちらの言い分を言って使わすが、どうだ、異存はないか。数千の顔は救われたように声を揃えてそれに答えた。毛頭、異存などはございません。もともとわしらは何も知りません。また不平や不満を言った覚えもありません。ただそこへ上がってご成敗を受けた頭株の連中にそそのかされて怠けただけに違いございません。どうかわしらはどんなにでもご命令に服して働きますから、ご勘弁くださいまし。数千の者が口々に言うので、ガヤガヤと大きい声、小さい声が波打つばかりで、どの顔がどんなことを言っているかわからないが、ともかく全体の者の気持ちだけは聞き取れた。よしよし、静まれ。官兵衛は手を振って制しながら、そうだろう、さもあるはずとわしも思う。難しいことは解かぬが、要するにお前方は早く良いご政道のもとに安民楽土という境遇を得、祭祀と共に楽しく働いて行ければ行きたいのだろう。それを目の前の小さい骨惜しみや利欲にとらわれていたら、お前たち自体でお前たちの望む日の来るのを邪魔しているようなものになるぞ。またこれだけは固く信じるがいい。我が織田右府様よりご派遣の羽柴軍は絶対に毛利に敗るるものではないということをだ。毛利こそはいかに大国でも、はや凋落の運命にある国。これは毛利が弱いわけではなく、時の体制というもの。また我が織田軍は朝廷に仕えてよく禁門の御心を絶いし、最もよく今の諸国を統一し治める者とのご信頼も厚い部門であるがためでもある。どうだ、分かったか。分かりました。では働くか。働きます。どんなにでも働きまする。よし、と強くうなずくと、官兵衛は秀吉の将棋の方を振り向いて、妊婦一同あのように申しておりますれば、何とぞこの度だけはご寛大をもちまして、と大勢になり代わって詫びを述べた。秀吉は将棋を立ってきた。ひざまずいた官兵衛や奉行たちへ何か命じている、とたちまちそこへ勘定方の武士に率いられた足軽たちが重そうに銭かますを担いできた。一家や二家ではない、何十というかますの山、いや銭の山が瞬くうちに積まれた。なお呆然と恐怖や悔いに包まれている人たちへ向かって、官兵衛が再び言った。深く咎めるな。何ちらは元来不憫なものである。仲間のうちの二三の悪者にそそのかされ、心にもなく不平を鳴らしたに過ぎぬもの。そう筑前の神様には仰せられて、たいなく働くからには逆手も十分に取らせて励ませとのご沙汰だ。ありがたくお礼を述べて逆代をいただき、すぐ仕事にかかれ。足軽に命じて、そこにある限りのかますをことごとく破らせると、銭の山は雪崩をなして包の上をうずめた。いくらでもつかめるだけつかんでゆけ。ただし一人一つかみずつだぞ。言い渡したが、なおこぎして誰一人出てこようとはしない。目と目を見合わせ、仲間と仲間とささやき合い、依然銭の山は置かれてあった。早い者勝ちであるぞ。亡くなった後に不服を申すな。一人一つかみずつ下されるものゆえ、手の大きいものは大きく生まれたが得というもの、小さい手のものは
落ち着いて取りこぼさぬようにいただくがよい。慌てて損するな。そして少しも早く仕事につけ。もう妊婦たちは疑わなかった。彼の笑顔と冗談の中に真実を知ったからである。前の方にいた妊婦たちの一群が銭の山へ駆け寄った。あまりにある銭にすくんだようにちょっとためらったが、一人が先んじて一つかみ取って下がると、同時にわーっと外貨のような歓声が上がった。たちまち銭か人か土の塊かわからないような混雑が起こった。しかしただ一人もごまかそうとするものはなかった。日頃のずるい心も不平もこの時はどこかへ投げ合った人間のみになっていた。そして一つかみの酒代を持つと、さながら生まれ変わった人間のようになった。おのおのたっとのごとく自分自分の仕事の持ち場へ駆け出していた。力強い桑や隙を入れる響きが満地に起こり出した。それとばかり土を担ぐにも木庫へ棒を入れるにも土俵を肩へ担うにも気合が入る。精神が奮い起こる。彼らにも出してみればその精神があったのである。ここから絞り出る汗はその者の心をいよいよ愉快にさせ爽快にさせる。そして彼ら自体のうちから、くそ、28丁ぐらいな土手付きがあと4日や5日もあるのにできねえでどうするものか、みんな大洪水の時を思い出してやろうぜ。そうだ、出水の時の防ぎをやる気ならこんなものは何でもねえ。やろうぜ、今限りやろうとも、へたまるものか。その日の半日だけでも工事はその前の5日分にも勝るほど目覚ましくはかどり出した。仲間と仲間ももう無駄口一つ聞くものはない。たまたま生爪でも剥がしたのが孫ついてでもいると、泣きっ面するな、男らしくもねえと彼ら自身が立派に励まし合い、また仲間の自治を保っていた。奉行の無知も官兵衛の杖も今は無用のものでしかない。かがりは夜を焦がし、土煙は昼を暗くして、28丁20軒の大土手の工事も今は余すところわずかとなった。そしてこの陸の築工も完成に近づきつつある一面、なお高松城付近の七箇所の河川では別にここにも劣らない難事業が進められていた。それは河川の水路を変えて、そのすべてをやがて大土手の内へ注ぎ入れる防景工事だった。この方面にも武士、足軽、妊婦など合わせると2万に近い人員が動かされている。分けても難事業と見られるのは足森川のせき止め工事と鳴屋川の引き込み工事とであった。いかにせんこのところ山岳地方の大雨に日々水かさを増し、これをせき止めようにも工事のすべもありません。足森川の受け持ち奉行から秀吉へしばしば苦境を訴えてきた。秀吉はこれを官兵衛に諮ったが、官兵衛にも明暗はない。なぜならばその前日、家臣の吉田六郎太夫とそこを視察して指南を知っていたからである。何分にもその激しさはおよそ 2,30 人して動かしうるほどな大石を無数に落としてもたちまち押し流されてしまうほどな激流ですからな。官兵衛すらそう感じるのみだったが、秀吉はともかく現場を見て足森へ急いで行った。しかし実地に立ってすさまじい本当を見てはなおさら事故の招致に圧倒を感じるばかりだった。六郎太夫が来て言った。上流の森林を切って葉の茂ったままの大木を矢継ぎ早に押し流してみたら、あるいはせき止まるかもしれません。検索を用いて約半日、数千の妊婦を森林に入れ、おびただしい材木を
葉付きのまま川へ投じてみたが、その枝と枝と交錯して水の淀むに役立つかと見えるのも一瞬で何の功もないことが分かった。さらば地と大行ではございますが、かようになされてはいかが、と六郎太夫が第二に立てた案は、数千人の足軽人夫をもって大船30艘を下流から引き上げ、これへ大岩巨石を積んで程よき地点へ沈めるという計画である。よかろう。物々しい光景はその日のうちに現出した。しかしこれもそれらの大船を水に逆らって上流へ引いてくることは到底不可能で、ついに陸上に板を敷き、その上に油を流して、えいやえいや地上を引き船してきて、すなわち予定通りこれを足盛川の関口へ石とともに沈めることができた。この策は成功した。時すでに一里にわたる大築堤も一方に出来上がっていたので、そこにせかれた激流は水煙の方向を変えて、とうとうと高松城をめぐる広い田野や民家のある平地へめがけて奔驰していった。同じ頃、他の七川の水も等しく注ぎ込まれた。ただ鳴屋川の引き込みだけがなおその難工事のため間に合わなかったに過ぎない。5月7日から降雨を起こして実に14日目、わずか半月足らずで完成を見たのである。よもやと思っていたに違いあるまい。吉川、小早川などの毛利方の援軍4万がすぐそこの国境の山々まで着いたのは、すでに高松城の周りが一面な泥海となった翌5月21日のことだった。その21日の朝、秀吉は石井山の本陣に立って諸将と共に、花目覚ましと一夜のうちに変貌した泥海を見ていた。壮観と言おうか、惨憺と言おうか、やらいの雨を加えて濁りみなぎった水は高松城一つをその古心にポツンと残しているほかは、その石垣も勝陽樹の森も羽橋も屋敷町の屋根も部落も田も旗も道も皆そこに隠してなお刻々水かさを増していた。足盛はどのあたり？秀吉の問いに、官兵衛がはるか西に煙っている一村の松林を指さして、ご老じません、あの辺りの包みが150軒ほど切ってあります。足盛川の本流をせかれた水はかしこからあふれ込んでおりまする。するとあの北にある小高い山が虎之助清正のおる陣所だな。そうです、敵の左翼長良山とは最も近い。おとらも腕をうずかせておろう。秀吉は目をそのまま遠い山々の線に沿って西から南へと移していた。国境真南の空に日差し山が見える。今日の夜明けとともにこの山には小早川高影の正気が無数に見出された。おそらく夜のうちについて陣営を敷いたものであろう。ここの兵力だけでも2万は下るまいと察しられる。少し離れた天神山にも先方の一部隊が出ているらしい。その日差し天神の山あいを山陽街道が通っている。また毛利輝元の本軍は福山の反復に先方を置き、そこから西へかけ猿掛城あたりを中心に後ろ巻きを備えていた。その兵力は約1万余り。さらに吉川元春の1万騎がある。これは岩崎山、寺山、長良山などに散開して全軍の右翼をなし、最も敏将に軽兵の含みを持って備えていた。高影も元春もあれへついて今行この泥組に対しどんな感を抱いたやらと敵ながら思いやられます。定めし足ずりして無念がっておりましょう。官兵衛がそう言って
秀吉の顔を見たとき、秀吉は後ろを振り向いていた。鳴屋川の工事場からそこの水奉行たりし者の子息と家来とが使いとしてここに見え、平伏したまま泣いていた。どうした？秀吉が聞くと、その一名が、今夜を鳴屋川の現場においてお奉行には申し訳がないと、この通りお詫びの一通を書き残し、見事にお腹を召して果てましたという。そこの引き込み工事は266件の山を切り開くという難工事だったため、あと54件を残してついに今行までに間に合わなかったのである。工事特例の任にあたった水奉行はその責任感から自害したものであった。秀吉はその息子という者の姿を見つめていた。手足はもちろん、髪も顔も泥に汚れている。優しくそばへ招き寄せて、お前は腹を切るなよ、父の菩提は戦場で弔え、よいかと、その汗臭い背を軽く叩いた。奉行の息子は手放しで泣き出した。また雨が来る。低く降りた密雲からもう白い雨の島が泥海へ注ぎ始めていた。5月22日の夜、すなわち毛利の援軍が国境まで着いた明くる晩のことである。小雨降る闇の泥海を怪魚のようによく泳いで土手の一部へ這い上がった二人の男がある。ぐわらぐわらと鳴子や鈴が激しくなった。水際や土手の上にはほとんど茨のように篠や芝を結いかけ、それ縦横に縄が渡してあったからである。そして朝廷一里の間50軒おきには番小屋があり、赤々とかがりを焚いていたので、たちまち万兵が駆けつけ、格闘の末一名は捕らえられ、一名はついに逃げてしまった。城中の陛下、毛利の使いか、ともあれご吟味あるべきものです。万所の将は捕らえた男を石井山の本陣へ送った。秀吉は陣屋の灯火を寄せて書面を書いていた。使い番の榊八右衛門は旅装を整えて下に控えている。秀吉の書面ができたらすぐそれを携えて早打ちに立つべく命じられているものらしい。いかがなさいます？山の内和豊が縁先から秀吉へ尋ねた。召し取った敵の男をその庇の下に引き据えているのである。秀吉はとうなずきながらとうとう書状の終わりまで書いてしまった。そして封までしてから、どれどれ、どんな男かと縁先へ出てきた。佐垣や山の内が左右へ職を持ち出した。そして雨の落ちる庇の下に呆然と両腕を戒められている敵兵を眺めて、これは城兵ではないな、毛利の陣中から高松の城へ使いを命じられたものであろう、何も持っていないかと和豊に尋ねた。和豊は下調べにあたって男の懐中から見出したという一辺の書状を秀吉の前に差し出した。あの泥海を泳ぐ間も水に浸らぬようにそれは小さい陰部どくりに詰めて固く線を施し、さらに油紙で入念にくるんで肌へつけていたということも言い添えた。これは城主の宗春から高影と元春へ宛てた返書らしい。明かりをもそっと手元へ。秀吉は開いて黙読していた。その返書の文面から察しると、毛利の援軍が見る限りな泥海に当面していかに失望落胆したかがよく伺われる。せっかくこれまで大軍をもって救援に駆けつけてきたが、地方を満々の水に囲まれた高松の城へはいかんとも救いの手を伸ばす策がない。しかず
一時羽柴軍へ降伏して城中数千の命を助け、しかる後時期を見て本国へ帰ってこい。察するにまずこんな意味の密書を高景と元春の名で城中へ届けたものに違いない。それに対して今秀吉が手に入れた宗春の返書はこう答えているのであった。我ら城中の者を不憫とおぼしめされ、まことにご人事のこもった余命ではありますが、この一条は今や全中国の要、高松の落ちることは即毛利家の失墜を意味します。せっかくながら我ら元就公以来御子の共柄は敵に外貨を打って一日たりと生き延びんなどというものは筆譜の端に至るまで思いもしておりません。皆この城と共に至難の覚悟で牢城を固めておるのです。どうか我らにお懸念なく、そちらのお味方ご一党にもどうかここ攻防の境に潜在の悔いをお残しあらぬように万全のお供えを祈っております。古城のうちの宗春はこういう返事のもとにかえって援軍の味方を励ましているのであった。囚われた毛利の臣は秀吉の尋問に対して思いのほか率直に答えた。すでに宗春の返書を敵に読まれている以上、かたくなに隠し立てしたところで無益と悟っているものらしい。逃げ去ったもう一名の使者は誰かという質問にも、その男は吉川家の臣宇多田小四郎と明白に答え、何時はと聞かれて、同じく山住六蔵と告げ、少しも悪びれない。秀吉もまたそうしつこく根掘り葉掘りはしなかった。死を恥ずかしめずという程度である。対局から見て無用なことは無用に伏し、むしろ彼の気持ちは別な方へ働いていた。和人よ。はい、いいだろう、もうよい。この武士は縄を解いて陣外へ話してやれ。え、話しますか。泥海を泳ぎ渡って寒げに見える。泥海を泳ぎ渡って寒げに見える。かゆなど食べさせて途中また捕まらぬよう時報院下まで送ってやれ。かしこまりました。山之内和豊は縁を降りて彼の縄を解いてやった。当然死を覚悟していたに違いない山住六蔵はかえって急に度を失っていた。和豊に促されて秀吉の方へ黙礼し、早々に立ちかけると秀吉はまた呼び返して、そちの主人吉川元春殿には近頃も健在かな。この度はまた馬の山以来の大人と相なった。筑前がよろしく申しおったと伝えてくれよと言った。六蔵は座り直していた。秀吉の恩に感じて心から頭を垂れた。申し伝えまする。それと毛利殿の威迫には参謀を受けたまわって恵慶という軍曹が出入りしておられるであろう。安国寺の恵慶というて。はい、おられまする。久しゅう会わぬ。あの御坊へも太田節にはよろしく頼む。雨の中を戸外の人影が立ち去ると、秀吉はすぐ榊八重門を室内に帰り見て、今の書状は持ったか。しかとお預かり申しました。大事な機密もしたためてあるし、ガタガタ夫婦様へ直々お目にかけるもの、途中の変に心して参れよ。抜かりはございませぬ。今囚われてきた吉川家の臣にせよ、そちに劣らぬ覚悟を持って使いに立ったに違いない。しかも囚われて格のごとく清水宗春と吉川元春との意思は手に取るごとく筑前に読み取られてしもうた。くれぐれも用意の上に用意をしてゆけよ。はい、では大儀だがすぐ立て。おいとまをいただきまする。榊八重門もやがて下がった。秀吉は一人職に対していた。今宵八重門に託して安土へ急がせた書簡は
急遽信長自身の来縁をこの地に仰ぐためのものだった。古城高松の運命はもう網の中の魚に似ている。それを救うべく毛利輝元、小早川隆景、吉川元春の総称から全軍も挙げてこれへ街道している。時なるかな、中国の覇業は今この一挙に完成しよう。秀吉はこの創刊を信長にも見せたいと願った。またこの重大なる勝敗の別れを決定的に確保するためにも、信長の出馬を仰ぐことが万全と信じたのであった。